にちは、速稼塾の久保です。ナイト2000の税金来ましたね。いやー、古い車、そして超重量、排気量、今ね、エンジンの世界で5700なんで、まあ結構な金額になると思います。じゃじゃじゃーん、クレジットカード、ペイジ、スマホアプリ、ペイペイ、ラインペイ、ペイビーで納付できますということですね。詳しくはリーフレットを見てくださいということですけども、さあ、納税額いくらでしょうか。見えないですね。10万1200円でございますね。税金の額は割と平凡ですよね。まあ高いですけどね。で、そろそろ車検なんですよ。これ車検はエリアテイマンさんって言って、広島から埼玉まで陸送するんですよね。陸送もこれ1台のために箱車の中に入れて厳重に陸送するんで、なんか片道20万ぐらいかかるんじゃないかなと思いますけどね。なんなんだ。まあ根性出して払わないといけないですね。これアメ車乗ってる方みんなあれですよね、車検で結構ね、散財すると思うんですよね。すごいですよね、普段からのお手入れもして。まあ私もあまり走らせることは少なくなったんですけども、まあでもね、税金は平等に来ますから ね、キットはガス食い虫なだけではなくって、まあいろいろと物入りですわ。本当にね、子供が一人いるようなもんですね。しかも中学生か高校生ぐらいの子供がいきなりできたみたいな感じの経費がかかります。だってあの0歳児とか1歳児って言うてそんなにかかんないじゃないですか。まあかかりますけども、まあでもね、今のところね、うちの子供よりもこいつの方が金かかりますね。うちの子も結構かかりますけども、もう1歳ですけどスクール行ってますからね、インターナショナルスクールへ。いやー、にしてもナイト2000、それでも私はオーナーになれてよかったと思います。嬉しいですね、やっぱりね。いつもこうやって車庫にいてくれるっていうのは。今度ね、この駐車場もね、なんか新しくしたいんですよね。ちょっと100万ぐらいかかるんじゃないですか、これ。駐車場もね、箱に入れたいんですよ。ああいう風な感じでね、ああいう風なんで。もしくはこういうのシャッター付きとか。野ざらしなんで今完全に、ほらね。だからこう黄砂の時期には黄砂がね、サササッと来たりするんですよ。で、雨が降ったら屋根がなければ完全にここ盛りますからね、ここだから常に上に屋根が当たるように、このカーボンが当たるようにしてるんですよね、ということでございます。それからあの動画見てくださって本当ありがとうございます。昔の動画、そうですね、1年以上前の動画にあのファンベルトがキルキル音が鳴ってるのがあるんで、あのそれに対していろいろご指摘いただくんですけども、さすがにあの動画の後直してますんで、あのご心配いただきましてありがとうございました。まあ、あの私もね、あの他のトランザム乗りの皆さんに恥じないように手入れはしてるつもりでございます。ありがとうございます。それでは納付に行ってきます。まあペイペイで払おうかな、やっぱりな、ペイペイがいいかな。それじゃあ払ってきます。はい、じゃあね、今日はナイト2000のこの税金ですね、重量税っていうんですか、年に1回5月に来るやつ、あれを支払っていこうかと思います。それもね、ペイペイでです。ここにペイペイのアプリがあるでしょ。これペイペイのアプリ起動して、ちょっとさっき使っちゃったんですけども、支払うにすると、それでスキャン払いでいいんじゃないですかね。こういう風にこうやったらどうかな。お、スキャン、あ、支払えますね、確かに。あ、でもちょっとお金がないんでチャージしないといけないですね。チャージするためにはまずはチャージでしょ。で、10万ほどチャージしますんで、こう10万チャージ、チャージできませんでした。なんでやねん、なんでですかね。お金が入ってないのかな。チャージ後の残高って書いてある。支払うじゃない、チャージでしょ。5万だったらどうだ。5万チャージ完了ですね。で、もう一回5万チャージしてみよう。チャージする。あ、チャージできましたね。で、これで合計10万チャージしたんで、支払うにして、12万2530円入ってますね。で、これでスキャン払い。
スキャンのボタンを押して、あとここを撮るだけですからね。はい、スキャンしたら、もう一回しましょうか。もう一回。ここね、ここのバーコードを、このスキャン払いで、こういう風にすると、こうですか。ほら。青いのが横に伸びてね、スキャンしてくれるんですよ。で、これで、支払うすると、はい、支払い完了でございまーす。で、領収書なんですけども、あ、不用定の残高。ほら、ペイペイで、車の税金払ったら、1% 戻ってきましたよ。1012円戻ってきた。これは、やっぱり一番いいですね。お得ですね。なんかね。お得なんじゃないかな。クレジットカードの方が得なんですかね。一番得なような気がするんですけども、間違いでしょうか。はい。まあ、とりあえずこれ払えたんで、スクリーンショット撮ってね、支払いに当てましたってこと。これ、領収書が必要な方は、領収書をどっかに問い合わせないといけないんですよね。ほら、ここに書いてますけども、領収書は発行されませんって書いてますよね。PayPayで払うと領収書が発行されないんで、で、あとね、バーコードの場合30万以下しか払えないんで、まあ、車の税金で30万以上のはないと思うんですけども、注意点はその2つぐらいですよね。で、領収書が必要な方は、どっかに問い合わせて領収書をもらうっていうことになります。まあ、私の場合はこのスクリーンショット撮ったんで、それに、この、納付書を添えてね、払いましたよっていうふうなことで、税理士さんにお預けしようと思います。ということでね、ちょっと暗くてすいませんけども、ナイト2000の税金は、これで、払いました。いや、簡単だな。やっぱりこれができるといいですね。